バイオリン族は、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの4種の弦楽器からなる楽器群のこと。前述の順で大きくなり、音域が低くなる。これらの楽器は、それぞれ音域が異なり、そのため大きさや大きさの割合が異なるが、形状、構造、双方、両方に共通点が多い。それぞれの楽器において、太さの異なる4本の弦が一部の音域を、 共有しながら4種の音域を発することができるが、同一楽器の中で同じ音を異なる弦でそうすると、弦の重さや聴力が要因として、音の低さが異なるが、同じ音を異なる楽器でそうすると、楽器の大きさに由来する共鳴が要因として加わり、さらに音の低さが大きく異なる。いずれの楽器も、16世紀以降の西洋音楽の中で重要な楽器である。 ただし16世紀以来一貫して同じ形を保って来ているわけではない。現在通を4種の標準的な形状、大きさに至るまでには長い歴史があり、バイオリン族に含めうる、多種多様な楽器が存在する。これらの楽器は今日では古楽器として復興が盛んに行われている。バイオリンとチェロが独奏にも合奏にも使われるのに比べ、 ビオラとコントラバスはどちらかといえば、合奏向きの楽器である。バイオリン族の楽器の特徴は、複数の同じ楽器で同じ旋律を弾いた時に、一人で弾いた時と別の魅力が生じることである。このため、オーケストラなどでは、バイオリン族の楽器の各部に、複数の楽器が用いられる。オーケストラではこの4種がほぼ欠かさず使われるが、音のエネルギーバランス上、 低音部を担当する楽器ほど人数は少なく、高音部を担当する楽器ほど人数は多く、バイオリンは通常2部に分かれて配置される。コントラバスはチェロのオクターブ低い音をなぞることも多い。一般に言語部といえばバイオリン2部、ビオラ、チェロ、コントラバス各1部のことを言う。一貫編成というのはオーケストラとして認められにくいものであるが、 二巻編成から五巻編成のオーケストラにおいて言語部の一般的な人数バランスの目安は下記となる。ただ、還元楽法においては、金管楽器から発せられるホルティッシモのパワーとバランスを保つには、木管楽器と弦楽器のバランスにもっと比重を置くべきであると多くの著書に問題提起されているが、現実的な都合から、 オーケストラのバランスは理想をすべて叶えたものとなってはいない。オーケストラや弦楽合奏では弦楽器の各パートの人数を隣同士に位置して譜面台を共有する二人を組みに、たプルトという単位で表現することが一般的で、各パートの人数が偶数で配されている理由は、プルトに起因している。各パートの人数を2で割った数が、プルト数となる。 プルト数はあくまで目安であり、管楽器、打楽器や独奏楽器などとのバランス、作曲された、また演奏される時代の流行、各地域や団体の習慣、さらには作曲家、演奏者、指揮者の意図や好みなどで編成は様々に変えられる。例えば、ドビュッシーによる三冠編成の還元楽曲、海、還元楽のための三つの公共的素描のスコア内の記載において、 チェロは、ディビジーの指定から16人を想定していることが理解されるが、これは、言語部全員の人数の多さを示す材料となるのか、それとも、チェロだけの比重が特別である得意な編成を意味、するのか、明確な答えは得られていない。また、ドイツやオーストリアでは低減を増強した、重厚な火星的音響が好まれることが多い。火星的音響の傾向は、 例えば、ピアノ曲における和音構成音の配分やバス音域の使い方において、ドイツ系では重厚に書かれており、フランス系では軽妙に書かれている。思考の違いがあるが、オーケストレーション中におけるファゴットの扱いや振る舞いだけでなく、そこで求められるファゴットの楽器においても、フランス系で使われるニューアナバスソンと味わい深いドイツ系ファゴットとは、全く異なる楽器とみなされているように、 弦楽器の人数配分も音楽の趣向によって求められる音響に従って一律のものではないと言える。編成は流動的で作曲家の自由意志で決められることが多い。ありがとうございます。